はいどうも皆さんこんにちは、カルです。ということで今ですね、出国エリアじゃなくて制限エリア内に来ております。ということでね、私今ゴールデンウィークの初日ですね、こちらの方でね、沖縄の修行をしていきたいなと思います。まあね、いろいろな意見があると思うんですけども、今回はねちゃんと3密を避けた、修行方法ということで、しっかりとねこういったね沖縄県の方にもご迷惑のかからないような、修行方法を皆さんにお届けできたらなというふうに思います。ね、前の動画でもお伝えしました、空港までは車で行ってで、なるべく、日帰りで修行して、で空港からね出ないように修行して、ちゃんとね周りの人に迷惑をかけないように、修行をしていこうという動画でございます。なのでね、今日はね PP 単価がうんぬんとか効率のいいルートとかね、そういうのは抜きにしてですね、今回はちゃんと、3密を避けた修行という点で、今回をお届けしていきたいなと思います。なのでね、今回は往復エコノミークラスでございます。なのでね、これからね、例えば、5月の6日に緊急事態宣言が解除っていう風にね今世間では言われてますけども、まあおそらく延長するであろうみたいなね世間の見方もあると思うんですけども、例えばね緊急事態宣言が仮に解除されたとしてもですね、そのね次の日からじゃあ3密 OK というふうにはならないと思うんですよ。やっぱりね緊急事態宣言が解除された後もですね、こういうね感染の病気ウイルスですね、例えばねそういうねウイルスの感染とね共存して生きていく中で、こういうね修行方法をしてちゃんと感染をね防ぎましょうという動画でございます。それではね行ってみましょう。ブレツキャオ。はい、ということでね、離陸いたしました。無事ね、順調に飛行しております。こちらの離陸前のね、羽田空港ちょっと雨だったんですけども、無事、離陸いたしまして、こんな形で晴天でございます。でね、今回座席はですね、一番後ろのこちらのね、一番後ろの座席となっているんですけども、こんな形でね、足も伸ばし放題でございます。ここね、787のね、特徴としては一番後ろのね、ここの座席がすごいスペースがあるのでね、すごくこちら3密を避けられる座席となっております。ここでね、こんな形でね、こちらの3密状態にならないようにね、こういう風にね、隣を空席にすることをお勧めいたします。こんな形でね、機内でも気軽にスペースを保ってね、3密を防ぐ座席を選ぶことをお勧めいたします。もちろんね、前の座席には誰もいません。はい、ということでね、横の座席もですね、はい、もう誰もいない状態でございます。逆にね、この状態であればね、3密を防げるのでね、逆に今のね、時期に修行するのはですね、結構低リスクでね、感染のリスクを防ぎながら修行することができると思います。そんな形でね、機内の中でも3密を防ぐことを徹底いたしましょう。こんな形でございます。でね、機内のね、ドリンクサービスはないということでしたけども、今 CA さんからね、こちらの多いお茶をもらいました。こういうパッケージタイプのね、このお茶をもらうことができました。これはいいですね。これだとね、感染予防にもなると思いますので、これはとてもいい案だと思います。 ANA さん、グッドです。はい、ということでね、那覇空港に到着いたしました。このままね、空港から出ずに空港の中だけで過ごさせていただきます。その証拠にね、この乗り継ぎカウンターでも次の便の、チケットをも発券していただきました。このままね、到着してそのまま、入国制限じゃなくて出国制限でもなくて、なんだっけ、忘れちゃった、ど忘れしちゃうんですけどもね、制限エリア内にて過ごさせていただきます。なのでね、出発ロビーにも出ません。はい、なのでここの、制限エリア内だけで完結させていただきます。なので、ね、こうすることによって沖縄県民の方に接触することをまずなくなります。なので沖縄県に例えばね、僕が例えば感染者だとしても、ウイルスをね移すことなく収容ができることだと思っております。そんな形でね、ここから見てください。こんな形で人も全くいない状態でございます。これでね、感染を防いでいきたいなと思います。
定数距離を取るところなんですね。ということでいかがだったでしょうか。こんな形でね、完全に3密を避けた修行法となっております。今日はねちょっと寝坊して行きは電車帰りはリムジンバスという形でね、帰りになってしまったんですけども、行きも帰りもね電車もバスも、ね、すごく空いておりますね。後ろもこんな形で、はい、僕の周りには誰も乗っておらない形でございます。なのでね、行きも帰りも完全に3密を避け、そしてね、飛行機の中でも完全に3密、完全にではないですけどね、極力、できる限りの3密を避けるということで、こちらの、ね、感染を予防しながら、修行してできるのかなというふうに思います。シュー着陸ということでね、帰宅いたしました。こんな形でね、皆さんいかがだったでしょうか。あんな形でね、修行すればね、だいぶね、感染リスクを抑えてね、安全に修行できるかなというふうに思います。ただね、まあ、あんまりね、よく思われないというのはね、事実なところございますね。沖縄県のね、知事もね、沖縄県に来ないでくださいってね、言ってるくらいですから、あまりね、SNS とかに投稿するのはあんまりお勧めいたしません。僕はね、YouTube で、どうせね、修行する人がいるだろうから、どうしてもね、この緊急事態宣言の中で修行したい方は、今みたいにね、僕がやったように、行きも帰りも完全にシャットダウンして、飛行機の中でもちゃんと密接をね、防ぐような乗り方をすれば、感染リスクをなるべく防いで、沖縄県の方にも迷惑がかからずに修行ができると思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいというね、注意を促すために YouTube に投げさせていただきました。なので、ね、おすすめはしません。でも、どうしても修行したい場合は、これの動画をね、参考にして、感染リスクを下げて修行してみてください。はい。ということでね、このチャンネルでは JGC 修行や CFC 修行のお得な情報や、海外に行ってみたい方にね、何かいっぱいきっかけになるような動画を配信しておりますので、この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからコメント、ランク、と評価もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。